アナウンサーの名越涼です。今回お答えいただくのはグロービスの島田剛先生です。島田先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。では早速本日のお悩みいきましょう。こちらです。新婚です。自分は郊外でもいいので広い部屋がいいのですが、夫は狭くても都心にこだわります。どうやって妥協点を見つけたらいいでしょうか。この争点の数を増やすということで、はい、議論していければなと思います。はい、これを増やしていくとですね、まあ、いわゆるこうウィンウィンの妥結点に近づきやすくなってですね、はい、例えばの価格と数量だけでこう議論をしていては、なかなか落とすところがこう見つからないと、そういったいろんな争点を加えることで、妥結点が生まれてくると、そんなことがよくある。確かにそうですね。任すための交渉じゃないですもんね。はい、